では今日のゲームハイライトで振り返りたいと思います。ホークスの今日の先発は大関でした。その大関の立ち上がりです。まず当たっている徳方、いい当たりだったんですが、今日は攻め復帰の周東の守備範囲でした。そして本郷は空振り三振、今日3安打5打点の島内はファーストゴロ、三者凡退で切り抜けました。これいい立ち上がりでしたね。立ち上がり良かったですね、はい。一方のイーグルスの先発田中将大なんですが、初回先頭のシュートライト前ヒットで出塁します。で川瀬がしっかりと送りバントでワンアウト二塁となって、柳田の当たりは打ち取られたかと思ったんですが、レフトとシュートの間に落ちました。これが先制タイムリーヒットになりました。1対0。近藤セカンドでツーアウト3塁となって、中村晃先回のタイムリーヒット、その2点目も大きかったですね。はい、そして大関は2回ワンアウト満塁という大きなピンチを背負いましたが、岸谷のこの打球、一人がショートバウンドで抑えまして、セカンドキャプテン自分で1塁を送ってダブルプレーで切り抜けました。ピンチを締めます。さあ2回の大きな攻撃、ワンアウト3塁から甲斐がバックを見ながらもショートゴロ、その間に三塁ランナー柳町ホームイン、3対0と3点目が入ります。さあその後大関4回のピッチング、ワンアウト1塁となりましたが、岡島見逃し三振、尻上がり調子は良くなってたように見えますが、いやもう本当にね、尻上がりに本当に自信持って投げてました、ね、なるほど、ましたね、そして5回も0点に抑えて6回です。今回先頭の小深田がセンターへヒットを放つんですね。ここでですね、大関にアクシデントがあったのか、スタジオコーチに降板ということになりましたね。これ急遽又吉がマウンドに上がります。スクランブル登板となりまして、この又吉なんですが、代打伊藤をセカンドゴロダブルプレー、の結果、そして島内はセカンドゴロ、0点に抑えました。さあそしてホークス6回の攻撃です。ホークスは2番手の鈴木空、2アウト1塁2塁と攻め、そして大森がピッチャー強襲のヒットで満塁、今久しぶりに H ランドがこもりました。ピッチャーは安楽にスイッチします。さあ満塁の場面で安楽、しかしカウントを悪くして甲斐に押し出しのフォアボール、4戦目が入りました。4回で止まります。そして7回には3番手藤井がマウンドに上がります。先頭バッターフォアボールの後、岡島空振り三振、阿部空振り三振、そして辰巳は見逃し三振、三者連続三振に切って取ります。さあ7回です。イーグルスは4番手藤井がマウンドに上がっていました。ツーアウト1塁3塁から今宮のライトへの打球、ライトの岡島が取れませんでした。記録はエラー、その間にランナー2人のホームイン、ホークス6対0とリードを広げました。そして9回の裏、マウンド上には5番手つもり、ツーアウトランナーなしから浅村をまっすぐで空振り三振、これでゲームセット6対0でイーグルスとの直接対決、第1ラウンドをホークス、まずは先勝という形になりました。